インサーブの任務空母、カール・ビンソンの選手楼で、怒りの検査をする検査官ッ密級空母、エイブラハム・リンカーンの200目個の検査空母、ロナルド・レーガンに搭載された6000個以上の救命同意の係数手順を打ち合わせる、検査官キティホークの洗浄システムをチェックする、検査官ッ密級空母ジョン・シース・テニスの飛行艦板に設置された泡消火剤放射ノズルの検査の様子海軍検査、 調査委員会は、アメリカ合衆国海軍において、感染が任務を完全に果たし得る状態であるか、どうかを検査、評価することを任務とする組織である。心臓艦は、運用に入る前にインサーブの評価により認証を受けることになっており、一般船舶における、船級協会に相当する役割を持つ。本部は、バージニア州、リトルクリーク海軍療養船基地に置かれている。 海軍検査調査委員会は一隻の海軍艦船につき60ヶ月を超えない間隔で検査チームを派遣する。このチームは感染の危機器類を全般的にチェックし、その艦が海上での戦闘及び作戦行動に応えるかを評価する。米海軍に引き渡された新造艦は収益前にインサーブチームの評価を受け、作戦に適する胸の認証を得なければならない。 もし作戦に不適であると評価された場合は、指摘された不備を回収した上で再度評価を受け、認証を得るまでは、作戦任務に就くことはできない。検査、調査委員会は、アメリカ海軍の艦船が高い信頼性を確保しながら迅速に、長期間の海上任務に就く準備ができていることを確認するために、アメリカ連邦議会が設置した組織で、1868年に、 デビッド・ファラーガット提督の指揮下に設けられたのが最初である。その後、1877年にデイビッド・ポーター提督を長として、1870年11月16日に加齢されていた任務範囲をさらに拡大する形で再編された。1882年8月5日、アメリカ連邦議会は検査、調査委員会を設置する法律を制定し、 法的権限を付与した。法廷組織として設置された検査、調査委員会の最初の長は、アレクサンダー・ A ・セムズ大佐であった。この日以降、インサーブはこの法律に基づく権限において、活動している。2008年には、駆逐艦スタウト、誘導ミサイル巡洋艦、長身、ドック型教習揚陸艦ニューオーリンズを含む6隻の海軍艦,艦艇が、インサーブの検査で落第した。 さらに、他にも2ダース以上の感染に重大な欠陥があることも判明した。従来、インサーブの検査結果は公表するのが慣例であったが、海軍は直ちに2008年の報告書を機密指定した。これに対して、ジム・ウェップ上院議員は2009年4月に上院軍事委員会に海軍の決定について調査することを提言した。ロブ・ウィットマン委員長はウェップ。 を支持して私は報告書を機密指定するという決定は、議会に憲法上義務付けられた所与の監査権能を妨害するものになりかねないことを深く懸念していると述べた。海軍長官及び海軍作戦部長は、以下の法及び各式規制並びに契約条件を履行するための代理人として、検査、調査委員会委員長を指名する。ありがとうございます。